どうも、ラジオネアゴです。どうも、ラジオネアガです。サンドイッチマンのゼロカロリー理論っていうね、ゼロカロリー理論あるじゃないですか。まあ、太ってる我々にとっては非常にありがたい理論ですからね、あれ。太ってる我々、まあ、俺を入れるんだよ。あれがあるおかげで、あれがあるおかげで逆に言うと生活習慣病のデブが増えてる。まあそうなんよ。お前死に向かってるから。あ、確かに。まあでもそれで言うと、めちゃくちゃ節制とかしてその体型仮に維持してるんやったら、それで俺より長く生きるっていう保証がないわけよ。だからゼロカロリー理論に乗っかった方がいいわけ。お前じゃあ絶対食えよ。じゃあ、いやいや全然食うで。お前ダイエットすんじゃん。全然食うで。いやほんまに。まあというわけで、はい、まあ今日はどんな品物でも、はい、まあ、我々生きやったら、はい、あのゼロにできる説っていう。あ、もうそんな感じで始まるんすね。うん、もうぬるっと入る。ぬるっと入る。ぬるっと入る。やっぱ俺ら、タイムコールもない。あの、YouTube 得意じゃないんで。俺ら YouTube 苦手です。じゃあ今俺ら登録者何人？今、172。172？ だからもうぜひ皆さん登録してください。ぜひ皆さん登録してください。お願いします。はい。あの、メイクイットパセボーもないです。メイクイットパセボーも。メイクイットパセボーは、令和に置いてきました。あ、令和、今も令和やけど。気づいた。今も令和やけど。はい、じゃあまず1個目。はい、はい、来ました。はい、まずね、ツナマヨネーズ。あ、ツナマヨネーズ、ね、はい、これ正三角形じゃないですか。正三角形、正三角形の中心は中心やろ。中心で、カロリーも中心に集まるんですよ、ね、そうね。最後の一番真ん中にある米粒以外は全部ゼロ。全部そう、それはいいこと言った。お前、いいこと言った。一様なおにぎりなんや、これ。だから一様なおにぎりなんや、これ。もしかしたら確かに米粒は一様に分布してる。別に一様に分布してるから。これこう剥くでしょ、こうやって剥く。こうやって剥くでしょ。うん、こう向くでしょ、うん、これでゼロ作れるのよね、まず。まずこれでゼロ作れる。こいつやばいことした。まずこれでゼロ作れると。あ、ミニクロワッサン。ミニクロワッサンね。これ、これでもうまいことできとって。これ実はうまいことできとって。これ、はい、これ見て。よく見ると、X イコールゼロなんよね。これよく見ると。これよく見ると。マジで嫌いな、これ。やっぱゼロや。あ、はい、罪なきとんかつはゼロですよね。だってそもそも罪がないから。罪がないんやから、はいはい、基本的に無罪になる確率少ない中で無罪を勝ち取ってるとんかつやから、絶対にこいつゼロキロカロリー。あ、だから裁判所が保証してるわけ。裁判所保証してるな。あと言いたいのが、何罪っていうの分解すると、うん、4にあらずと書くやん。おお、4にあらず、確かに。罪ってな、確かに。つまり確かに確かに4ではない、つまりゼロです。4ではないが全部ゼロ。お前集合の考え方バグってるんだよ。あれだれだれだれ、カロリーメイト、これ強いぞ。だってカロリー友達って言ってるからな。しかもカロリーをメイトしてるからね。うん、メイトしてる。でもカロリーメイトって多分嘘なんよね。もう俺ら一生案件こうへんな、カロリーメイトから。これだから要は付き合いたくないのに、うん、合わせてこう偽善者のふりして、うん、友達と仲良くしてるパターン。ああ、そのパターンね。その証拠にブロックって書いてある。ああ、カロリーメイトブロック、チョコレート。カロリーメイトブロックしてる。ブロック、確かにね。物理的にもゼロやな、これ多分。はい、この状態で、ここ引っ張り、この、ここ引っ張りますと。うん、あ、ほら。相対速度ゼロ。ほら。これが離れてしまったら、離れてしまった瞬間に違うの。そうそうそう、摩擦係数的な問題やから。物理屋として恥ずかしくなってくる。お、あ、男女で。あ、男女でな。負けれます。あ、だからこれ7月7日に食うたゼロやな、完全に。でも、シュレディンガーのカロリーっていうのがあって、食ってみるまでわからんとか言い出すと思いました。そうそうそう。常にカロリーが行き来してるわけ。あ、カロリーが行き来してる。パパ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 で、開けた瞬間に決まんねんか。あ、なるほどなるほど。どっちにカロリーがあるか。はいはいはい。だからそれはマジで気をつけた方がいいよね。で、これよく見ると、南中のあの半円にも見えてくるというか。天球ね。天球にも見える。天球に見えるね。で、現在、太陽出てないでしょ。うん。だからゼロだよ。現在この夜はゼロ。夜ゼロだから。逆に言うと白夜みたいな時は、あ、そういうの危ないよ。危ない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 。極夜の方がいいな。極夜の方がいい。極夜。これでマジで一個思ったのが、この動画親に見てほしくなるよ。なんかキモいわ、なんか自分が。あの親に見られたくない動画が一番面白いって言ってた。いや、そうやね、ほんまに。言ってたもん。ばあちゃんが。ばあちゃんが。はい、次。はい、次。はい、ポテチね。はい、ポテチ。はい、これ、微分可能に薄いです。ゼロです。絶対これはもう1枚はゼロやから、うん、基本どれだけかけてもゼロかける100はゼロや。あ、そうそうそう。で、ただ注意しなあかんのは、うん、厚切りポテトの場合よね。厚切りポテトは危ないな。あ、だからデルタ T と見れるかどうかやな。1個あるのが、全然ポテトチップスとかでおすすめしたいのは、山に持っていくことやな。あ、山に持っていくとこれ膨らむでしょ。膨らむな。膨らんで開けた瞬間に全カロリー飛ぶから。
気圧して気圧して全部カロリー、あれでカロリーでカロリーがこう外に押し出してる、うん、それマジ便利やろ、マジ便利だから。分かった、俺これ最強の食べ方思いついたの。あの全部のポテチを直角にして食ったら内積ゼロ。ああもう天才天才だ。しかも平行で食ったら外積はゼロっていうの。平行だから、そのパターン、あーその外積と思えば考案するとやっぱ外積、こうすると外積で、あの平行やかゼロ、これだと内積でゼロ、だからその内積と外積の違い。なるほど、マジで教育的じゃないけど大丈夫このまま見ちゃダメって、このまま見ちゃダメってやつ。だから俺ら18禁数学だよ、これ18禁数学やな、これ全裸数学やな全裸数学完全にその概念ネットフリックス上位来るよこれ多分全裸数学あ、もうゼロ、ゼロやもうこんなんゼロや。あだって、だって 6P するとあまりいないからね男が3人ずつで 6P するとあまり絶対そこつくと思ったマジであまりいないからで、これよく観察して、よくそしたらこいつらお互いにやっぱピストンしてるわけでピストンしてる、そうだ、ほっとくと、うん、こいつら勝手にそこでエネルギー消耗してくれるから、うん、勝手にゼロになってくれる。ただ問題なのは問題なのは、うん、こいつらがゴムをつけてなかった場合いや、ゴムつけてないパターンはちょっとコールした方がいいです、それは。その場合、この中で、うん、あの、6P 以上のものが生まれてしまう可能性がね。あー、だって、これだから、なんで幼霊とか知ってるこれ。温めると、チーズ溶けるやろ。それが精子みじめる。だから、幼霊そうなの。うん、そうそう。受精率上がってまうねん。ゼロキロから。だからでも、で、それを見越した彼らは、ちゃんと、ゴムつけてます。だからその場所、条件付きカロリーなんや、これ条件付きカロリー条件付きゼロって数字があるわけで、はい、うわ、もうゼロやん、だってこれゼロだ、ゼロだから、バナナだって、鼻緒の動画で一番伸びてない動画やんだからゼロでしょ、マジで不明ようなゼロやな、これ。いや、これだから、あの、動画的にゼロキロカロリー、1日分の野菜、あ、だって1日で終わるやん、もう1日で終わるってことは、次の日に持ち越さないってことや、やっぱデポジット制なんや、これって。一旦100キロカロリー蓄えるよ。でも1日だったら返す1日だったら返す、だから1日分のやつ、だからおえーって1日分のやつって、そういううまいことできてるやん、これうまいことできてるな、これで、ストロー吸い取るやろ、もう完全ゼロキロカロリーやな、なんでやねん、なんでやねん、もうエネルギー吸い取るからな。あ、来た、あ、これでもな、もう一個あったらゼロにできるやな、こうするでしょ、ここにもう一個こう逆向きにつけるでしょ、ここ見たら期間数やん、これだから期間数やから積分したゼロ、全部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 だから飲み物食べ物すべて減点対象にして、こっち10飲んでこっち10飲むみたいな飲み方をすると絶対ゼロになるな。おお、それ頭いいな頭悪いな、何がか分からんけど頭悪いわ、頭いい気がしたけど簡単や、逆に太りたい人は絶対やったらダメ、同じものを買うっていうのは、太りたい人はグーカースにして2倍にすればいいね、あ、こっちとこ、ね、だからこう、こう縦に置くね、あ、縦に置く、縦にこう置くね、なるほど、なるほど、縦にこう置く、手に空間水する、マジで頭いいやん、痩せた人は痩せるっていう新しい理論がここでまた生まれてきましたね、ほらガチで頭悪いんだよ